やばい、え、嘘、やば、嘘でしょ、そうでしょ。この後、まあ、母が来る時もあるんですけど、やられた後に嘘でしょ。プレミアムモードにしようかな。なんか私のすぐ真後ろの方がね、カウントダウンモードでなんか強弱マーク出してバトル行ってる。まああれは、まあ、もう16ラウンドでしょうね、もちろん。いいなあ、いうの出してみたいな。プレミアムモードにしよう、ね、プレミアムモードにして私もああいうの見るか。この文字も金が欲しかったよ。3鉄牌は一応ね、当たれば確変です。してるんで、ちょっとこれ頼むよ。おーっと、これアイスラッカーゾーンもこれ突入時点で暑いですよ。太陽まで行けばアルティメット出ます。でここのね、ゾロ目数字がね、左が2つゾロ目だったら大当たり濃厚。このビジョンも金が出ればアルティメット出ます。ゾロ目は出ない。もっと先だよ、もっともっと宇宙。太陽まで行け、太陽まで。行かなかった。太陽は、あ、でもここのゲーム数赤、これ 50% あります。来た、アルティメット来た。セブちゃん、大当たりちょうだい。あ、バイブしてる、バイブしてる、来てる、バイブしてますから。あ、赤タイトル、え、いやいや、してない、してない、え、ちょっと、いや、何も打ってないよ。ちょっとやめてよ、こういって待ってよ、気まずいじゃんこのタイミング。何これ、ちょっと、嘘でしょ。長くない？そして、さあ今のところ、ああ開けた。ビジョン、これ金だと大当たり濃厚です。赤でも 50% あります。これ大丈夫でしょう。赤だ、よかった。赤だだけいい、赤だだけいい。赤タトゥーが出ればアイスラッカー赤です。こうやって色対応してますから。でっかいのちょうだい。うわー、これ特大や、ありがとうございます。今のはもう特大なんで大当たり濃厚です。嬉しい、ありがとう、やったんだよー、バーン、ありがとうございます。よし、あとは確変かどうかですね。さあ、454回転目、40だな、いや、450、あれ456、456でした。さあ、キング上撃破できれば確変です。この後、だいたい数字は100スタートなんですけど、77スタートだと撃破濃厚です。はい、77スタート、まあまあ大体100なんで、ゼロまで行けば撃破。お願いお願い、わー、行かない、な、行かなかった。数
通帳あたりでしたと。でも時短100回つくんだよ。でサポーのバトル終了時は50回ですけど100回ついてくるんで引き戻し頑張ります。一応さっきさらっと見たら19回当たってる人いたんで、はい、あと何回当たればいいかな、あと16回ぐらい頑張ります。最低頑張ろう。でも当たっただけちょっとありがたいです。時短も100回ついたし、入賞時フラッシュ黄色か、弱いんだよな。あでもメトロン星人来ました。赤保留とかだったら嬉しいんですけどね。雷雲煽り、紫か。金系が欲しいですね。金系のチャンスアップ。紫保留だから いやなんだかんだで弱いな。これウルトラホーク3号だとチャンスなんですけど1号じゃダメ。いや厳しいか。やっぱ入賞時は緑じゃない紫以上ですな。タイマー2個です。待機してるの3
個だと激アツだったんだけどね。しかも3個だとキングジョーのリーチに発展濃厚なんで本当に熱いんですよ。このエフェクト赤、金だとめちゃくちゃ熱いです、ね、SOS 入るか、継続しなくていいっちゅうの。紫保留は継続しない方がいいですよ。12の方がいい。あ、レッドボディ来た。これ当たれば確変です。ただどうかな。あ、うん、いやちょっと微妙だな。なんやかんやで微妙。ここ金じゃないし、アルティメット出なそうだと思ったんだよな。あとはリーチ中のチャンスアップかな。セブンの歌が流れたら 70% で激アツ。あとはセブンビジョン、あとカットインタイトルの色何かしらね欲しいんですけど、これ緑カットインで外れな気がする。やっぱりな、もうこれ厳しいって。普通いやビリ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 されちゃった。いや今なアルティメットが出ててもなんか外れてたかもっていう流れだった。先読んでるんですが、あ、セブラだ。セブラだった。UFO が。え、もう一回見たい、もう一回見たい。確かセブンのこれモニター大当たり濃厚だった気がするぞ。え、うわすごい、なんか見逃しそうなプレミアムだったけど見れてよかった。まあ3転敗してますけど、サンズ柄も当たれば各辺濃厚です。おおおお、やばい、アンナ、アンナのポスター来た。あやばい、プレミアム、プレミアム2個、うん、アンナじゃない、アンヌだっけ、かわいい人ね、警備隊のかわいい人。あ、これもポスター、ウルトラアイポスターもこれチャンスアップ。普通は警備隊の青いやつなんですけど、出ちゃう、あ、出ちゃったー、マスター、音違くない？チャルメラみたいな。うわすごい、仕事人を思い出すプレミアム。おい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 、てんこ盛りうわー嬉しい。はい、キングジョーなんで7点敗に変わりました。このセブン、うおびっくりしためっちゃ嬉しい。ピーフラは何回聞いてもいいですな。
やる気ですよこのセブンは。あーかかっとイン、いいですね。壊れろー、よし、キング上破壊成功です。このまっすぐこう気をつけしてキング上で倒れるんですけど、それが好き。やりました、2回目の七ズガラ。今度こそ16ラウンド引きます。よかった、追加投資2000円です。よかったです。181回転目、さあまたちょっとバトルモードにしたいと思います。はい、一回も倒せなかったんで今度こそ倒してやる。もうこの突入って言ったらもう打ち出した方がいいですね。結構すぐ小当たりアタッカー開いちゃう時あるんで。攻撃ヒット先輩か、ちょっと怖いな、なんか欲しいな。水柄だし、うわ、なんもない。ポインターもひび、うわ、なん、ちょっとやめて。大丈夫だよね、岩を持て、岩を。嘘でしょ、強攻撃でしょ、やめて、いや、本当にやめて。まだ14回転目ぐらいだよ。やめて、やめて、やめて、やめて。来たら、来たら、え、やだ、やだ、やばい、やばい。え、やだ、嘘でしょ。やばい。やばいです。最近、最近のパチンコの中で一番へこんでます。今日なんか当たんないよりもなんかへこむ。本当に、ああ、ショック、もうやだ。ラスト、天国から地獄、天国から地獄を1日で2回味わったんだけど。もう今日は島キング取れる気がしないですよ。今日はもうダメだよ、もうプラス思考の私だけど今日はもうダメだよ。時間的には無理だもん、だってもう無理だよ。だって何回、20回ぐらい当たってる人いるんで、今すぐ当てて、もう時間的にどうなのっていうぐらい。もうやだ、もう悲しい。実戦が終了しました。というわけでなんだ、今日でマイナスになっちゃったんじゃないかな。なんかもうそれ行きますか、じゃあ島キング誰かっていうのね、もう投げやり投げやり、私じゃないんだもん、だって絶対25回当たってる方が島キング、しかも2名いらっしゃいます。なんでどうやったらそんな出んの、意味わかんない。23回当てる方もいますね、2位が。てか20回オーバー結構いるな。1、2、3、4、5、5人、19回の惜しい人もいますしね、2人ぐらいで。私が38人中8台中29位、あ、結構上じゃん。
ビリかと思ったの。ビリの方かと思ったの本当に。本当にギリギリ20代じゃん。収支なんですけれども、投資が2万3000円なので5750。このマイナス。ああということは総収支マイナスになってしまった。やっぱりマイナス2000個近くのマイナスになってしまいました。悲しい。島キングになれるどころかマイナス収支になってしまいまして、なんか今日やれる気がしたんですよね。私ウルトラセブンはなんか相性が最近良くて、なんかいける気がしたんですよ。だって朝一50? 1、2回転ぐらいでキング・ジョー倒すし、いけると思うじゃん。2回当たってますからね、なので。なのに、なんかバトル、いざなんかやるぜってなった時に、セブン全然弱いの。すぐこう片膝ついてさ、絶対立ち上がんないし。まあ、疲れちゃったんですかね。疲れちゃったんですね。というわけで今日は残念だったんで、次回は島キング目指すとともに、プラス収支目指すように頑張りたいと思います。もうめっちゃ暑いんでこの辺にしておきたいと思います。それではまた次回見てください。さよなら。はい、ですね、今セカンドやっておりますけれども、ファーストシーズンもう4ヶ月ぐらい前に終わったんですけれども、今更になってしまいました。こちらですね、プレゼント、一応目標は達成できなかったんですけれども、プレゼント、このファーストの時のお渡ししてた缶バッジ全種類と私の私物をセットで1名様にプレゼントしたいと思います。これなんぞやと、これね、年季の入ったこの汚いやつなんだろうと。これネイルチップなんですけど、これね、私がね、元ネイリストなんですよ、私。で、ちょっとネイルの練習をしてるときに、10年ぐらい前に、ちょっとこう、作って、ネイルチップ作ろうかなと思って、こう作ってたやつがなんか家にあったんで、これ、自分で言うのもなんですけど、かなりレア。お米手作りチップ。で、ちょっとところどころ下手くそなんで、もうこれは練習してた感が感じてもらえたらなと。で、この電気がリアルかなと思っておりますので、これセットでぜひぜひ応募お待ちしております。応募方法こちらに出てるかな。で、一応番組の感想とかも添えてもらえると嬉しいです。というわけで応募お待ちしております。